一緒にご飯行った時にくっついてきて、どんどん触ってきて、ずっとやろうやろうみたいな。彼氏欲しいみたいな相談を、話を異性としてて、今度一回ご飯行こうよみたいな感じになったのに、どこ行くってなった時にホテルで一旦会議しようって言ってきたことがあって、さすがにキモいなって思いました。初めて会ったりとかして外で会うってなって散歩とか言ってたのに、お酒飲もうとか言い始めて一缶開けちゃうやつで、そのまま持ち帰ろうとしちゃうやつ、気持ち悪いなって思います。上から目線、どこどこのお店一緒に行ってあげてもいいよみたいな。付き合う前からディズニーに誘ってくる。役なしのやり取りとかすぐ終わらせたい。誘いとか、うん、断る。最悪ラインブロック。役割はめっちゃ笑っちゃうとか。あ、わかる。人より質問とかめっちゃして、うん、ちょっとオーバーリアクション。そう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 、ラインの返信とかすぐする。LINE とかがさ、違うかもしれない、対応が。確かに。好きな人はすぐ返すけど、好きじゃない人は3日ぐらい放置する。好きな人は、脈なしの人に比べたら許せるっていうか、距離が近い人とかいるじゃん。そういう人に対しても、自分が好きな人だったら、ある程度許容範囲っていうか、役なしだったら結構そっけなく態度は分かりやすいかなって思ってます。役ありだったら彼女がいるかとか深いところまで聞くかなって思います。男友達に今家の近くまで来たんだけど飲みに行けるって来た場合ないけど、友達とかは返事しないけど、スタンプめっちゃ送られたりとか、今何してんのみたいな送られまくったりとかは、ドン引きするって感じで言ってました。すごい、どうでもいい報告をしてくる LINE。散歩行ったよとか、興味のない人からそういう報告来るのはうざったいなって思います。久しぶりに会った人に会話の中でご飯行きたいっていう風に誘ってくれること。共通の趣味があってその話をしたいから軽く話そうよって感じで。何が好きって言われて焼肉って言って、であっちも俺も焼肉好きなんだよねみたいな感じ で誘われた。二人でインスタとかこう見てて、俺このお店行きたいからついてきてみたいな感じで誘ってくるやつ、行きやすいです。自分も一緒です。あんまり強引な人は好きじゃないから、もうずっと優しいがいいです。優しい方がいいです。優しい方が惹かれます。優しい方で、理由は韓国人が優しいイメージがあるから。一緒にご飯なりデートに行くときに4回目だとか5回目ぐらい一緒に出かけてるのに告白しないのは何なんだって思うので、5回目ぐらいしてほしいなって思ってます。2人で一緒にいたときとか、周りに誰もいないときとか、そういうときがいいですね。遊園地に行ったんですけど、来るタイミングが思ってたのと違くて、観覧車に乗ったのにそこでは来られなくて、すごい気まずい雰囲気になっちゃったエピソードがあります。まあ、2ヶ月くらい会ってて2人の時とか最初何もできない、ただ待ってるだけ。恋愛とか関係なくて思ってたことがずっと言っちゃったりするかも。彼氏いないアピールするとか、狙ってる人がいるならその人がどういう人と付き合いたいとか、自分がどういう人かを無駄に話したりとか、向こうの理想像を無駄にいっぱい聞いたりとかすると思います。あ、とりあえずなんかその自分も好きだよみたいなことを行って、でなんか雰囲気を作りつつ、とりあえず告白をしろみたいな感じで、あのなんとなくこうサインを出します。なんか LINE で会いたいなとか、ちょっと軽く電話したりとかが多いかもしれないです。告白されそうな場所を選んでデートする。あ、花火とかあえてね、夜景綺麗なとことか。確かにそれはあるかも。雰囲気作りを自分から作るっていうね、言わせやすいようにしようかなって思う。確かにそれあるかもしれない。あとなんかどういう人が好きみたいな時もさ、うん、
あえてね、自分のことを言ってもらえるようにしたりとかね。あー、確かに。でも雰囲気作りが一番ですね。こっちから仕掛ける。なんか好きって分かるぐらい結構グイグイ LINE 送ったりとか、あと電話誘ったりとか、あとデート誘ったりとかしちゃいます。グイグイ話しかける。分かられやすいぐらい、うん、アピールします。特に意識して言ってるわけじゃないんですけど、好きすぎて気づいたら大好きって言っちゃう。わざとバカになるかもしれない。ああ、それはある。わざとおかしいふりしたりとかするかもしれない。うん、あと、あと、LINE とかだとめっちゃ絵文字とかびっくりマークつけちゃう。うんうんうん、そうだね。あと他の女の子と喋ってたら邪魔しに行くかもしれない。ああ、確かに。かもしれない。つい見ちゃうし、ね。そうそうそう。ずっと目で追ったりとかしちゃいます。します。人の近くに行ってしまいますね。なので健康集会とかでもその見つけるとちょっと友達と近くに行っちゃったりして、なんか常に近くに行っちゃいますね。なるほど。はい。LINE がしつこくなっちゃう。うん、なんかな感じです。え、なんか。LINE をよく見返しちゃいます。 LINE の返事返ってこない時とかにちょっと前の会話気になって遡ったりとかして、それでよく既読つけちゃったりとかして。でもなんか自分から話しかけちゃう。なんかたわいのないこと。なんか何してんのとか。ああ、なんか別に重くもなく軽すぎもしない日常会話。そう、日常会話。なんか自分が起きたこととか、なんか自分の日常であったことを話します。